と腕組みますか。こっちからです。めっちゃ見られてるよ。ガチガチ。こんなの。すげえ。こうなってからの。こうだ。まあこの下がりつつですけど。これも毎日やめたいと思ってたんで。毎日やめたいと思って。それでもやめなかったっていうのはやっぱりなんかあるんですか。うん、やっぱ家族のサポートじゃないですかね。やっぱ頑張るよみたいな感じだったし、映像で見てる人多分どんな味なんだよモニアみたいな、あのどんな味か説明しろって多分思ってると思いますけど、これこの絵見てあの想像してみてください。しました。その味っす。もうその味っす。これうまいっす。もう見て、あ多分これこういう味だろうな。いやその通りですもん。その味です。これなんでもう来た方がいいと思います。来て、あ正解だったっていうのを逆に確かめに来た方がいいかもわかんないですね。美味しそうだから行こうじゃなくて、あれはもううまいから行こうの方がいいかもしれないです。食べたことなくてもうまいっす。こんなもんでいいですかね。さすが食レポ。2009のナビスコ取った時と去年のルヴァン取った時立場的には同じでしたけど、気持ちではやっぱりセレッソで取った時の方が数十倍嬉しかったですね。うん、セレッソのメンバー外で再々行ったメンバーは、メンバーが今まで俺らがここまで来たんだぜっていう話をしつつ、試合が終わる瞬間2点目が入った時にみんな涙流して30代のおっさんが抱き合ったんですよ。そこまではうん、なかったですかね。もう今考えてもちょっとこう熱くなるもんがありますけど、それぐらい嬉しかったです。あルヴァンの決勝取った時はそんなもういいねですよ。言ってもこっちはもう拾ってもらったんで、だからそれでも俺はやってやるっていう覚悟を持っていきましたよ。それはもちろんね、ここからって言ったもののチュッチュッてなりましたよ。それえって、うん、そういうやっぱ人との出会いがすごく人間って大切だし、それによっていいサッカー人生を歩めるか歩めないかって変わってくると思うから、そういうところにもちょっとやってみてえなっていう夢もあるんですよ。ただその夢に向かって何をすればいいかっていうのは何も分かってなくて今はひたすらサッカーでいろんな経験をして、いろんな、まあ今はもう悔しい思いをほぼしてますけど、それも多分5年10年経った時に、あの時やっててよかったぜって言えるような期間で ありたいと思ってるから、いつも気持ちはフラットにやってますけど、